いつもの方が良かった。本当に。本当。椅子のキャラクターもいいね。まあ、椅子のキャラクターいいよね。雨上がりの空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を超えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て考えてた、君のために今何ができるか。忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れていかないで、疑うより信じていたい。たとえ心の傷は癒えなくても、なくしたもの探しに行こう。いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめていること。君まだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか、風の音を聞いてるか。もう二度とここへは戻れない。でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめていること。忘れないで、どんな時も
きっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから。ドゥルドゥ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